こんばんは、スタジオ湖北です。イエーイ。あ、今日はちょっとなんかあのね、数が寂しいんですが、はい、なんとあれ、はい、のニューフェイスがね、あらららららら、しかもかなりのイケメンさんで、ね、ちょっと自己紹介していただいていいですか。はい、今日からスタジオ湖北に参加しました、サダボーと申します。皆さんよろしくお願いします。サダボー、はい、よろしく。サダボー、しかもサダボーなかなかのいい声してるね。ねえ、イケメン、イケメンで声、そんなことめっちゃ恥ずかしい。ちょっと可愛いね、あのマイクに若干向かって喋るっていうところがなんか新人っぽくていいね。ね、はい、君もああいう時代があったよね。あります、私こうやって喋ったことあります？ない。ない。最初から態度でかかった。今も変わらず、相変わらず。さあ今日はね、この、はいはい、じゃあ自己紹介どうぞ。はい、はい、スタジオ湖北めぐみです。今日もお願いします。はい、めぐちゃんよろしくね。今日も綺麗よ綺麗よってね、これね、あの自分に言ってると、うん、なんかそう、そういう風に思えてくんだって。ああ、じゃあ言った方がいいってことですね。そう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 、だから自分の願いを半分入れてね、私は綺麗になる綺麗になる、私は若返る若返る若返るとか、ね、イケメンになるイケメンになるとかね、痩せる痩せる痩せるとか、ね、痩せる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 。私若干最近ちょっと痩せたかなと皆さんに言われております。 MC ケミです、よろしくお願いします。そのなんだよ、実際はどうなんですか。いや、マジで痩せてる。あ、うん、なんかしはったんですか。あの、お弁当ライフをしてると。あ、そう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 、お弁当いいんですね、やっぱね、うん、自分で作った方が。おすすめです、はい、健康にもよろしい ね、 ね、まあ、ネタ考えるの大変だけどね。本当ですね、たまにあげてはりますもんね、写真ね。そう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 、あの見栄えの良かったやつだけね。ああ、上がってきな来ない日は、あ、今日はダメなんだと、うん、じゃあ思っといたらいいってことですね。今日は昨日のおかずの残りを入れてるなって思っといたらいいですね。え、サダボーは何食べる方とか、なんか、もともとどこ出身でしたっけ。僕は北海道出身ですね。北海道なんや、はい、いいとこですよ。いいとこ。あ、そう、ガンガンアピールしてんね。湖北の情報発信のこの番組に北海道アピールするとは。いいとこですよ。結構最初から大物感が漂ってるな。いや、え、どうですか。湖北に来てどのぐらいですか。もうだいたい1年半ぐらいですかね。1年半、あ、そう。まあもうだいぶ住み慣れたもんですよ。雪は北海道と比べたらどう。まあやっぱり北海道の方が多いかな。うん、そうだよね。ああ、じゃあもうこの雪でも全然大丈夫ね。過ごしやすいぐらいです、ね。過ごしやすい。わあ。だから滋賀来てなんかこれが一番あの今のところ印象に残っててなんかある。やっぱ琵琶湖出しちゃっていいですかね。やっぱ琵琶湖ですね。もうこんなでかい湖見たことがなかったんで。あ、そっか。まあ北海道にもいっぱいでかいところあるんですけど、やっぱ段違いだなっていうのはありますね。サロマ湖は北海道？うん、他です。ですよね。行ったことないですけど。じゃあ行ったことない。だってでかいもん北海道。滋賀は何倍もあるもんね。うん、まあそうですね。うん、あ、そっか、はい。ちょっと今の実行で作って北海道旅行に案内してもらう。北海道。スタコホコ北海道ツアー。悪くないね。ねえ、悪くないね。みよもち、ね、もちろんみんな自腹な。わあ、スタコホで行って自腹か。はい、さあこんなメンバーでね、はい、今夜も、はい、お送りしてまいります。まずは先週末のね、湖北な風景からいきましょう。まずは、あ、綺麗なお写真届いてますよ。ね、どうぞ。どうぞ。どうぞ。はい。さあ、これはめぐちゃん。これはですね、藤田さんが今週末に、うん、ごめんなさい、先週末ですね、善長寺と余呉湖のアジサイの、うん、あ、すいません、今日でした。今日ね、余呉湖と善長寺の写真を撮られて、これは善長寺さんですかね、うんうん、そうそうそう、の写真ですよね。だいぶ咲き始めてきてますね。ね、始めたね、咲き始めたね。善長寺さんといえば、ね、アジサイ寺としても知られてるとこだもんね。はい。ね、だるまとアジサイ、そうそう、だるまさんね、はい。そうなんですよね。いい写真ですね。後ろにちょうどアジサイが見えて、うん、いろんな種類あるね。そうなんです、結構ピンクの鮮やかなピンクだったりとかありますもんね、うんうん、ここね、すごい綺麗で、ね、アジサイって本当にあのどれ一つ撮っても同じ色合いってないじゃない。ないですね、微妙にね、違うグラデーションが、それが綺麗だよ ね、 ね、なんか土のあれで変わるんでしたっけ。そう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 、酸性とかアルカリ性で色変わるんですよね。そうそうそう、これだってね、すごい。さあ善長寺さん、まあ、長浜市余呉町にあるんですが、うん、はい、もう一つやっぱり余呉といえばこちらの紫陽花もですね。はい、これはサダボー、場所わかる？場所はわからないですね。わからないな。ごめんなさい。これは、はい、余呉湖ですね。余呉湖。あ、余呉湖か。はい、
鏡のようなね湖と言われてますね。はい、あ、先週見た時はあんまりねまだちょっとポチポチだったけど、うん、だいぶ咲いてきましたね。ね、なんか雨が少なかったんで例年よりなんか咲くのが遅かったみたいで、うんうん、ちょうど今週末来週末ぐらいが見頃だという、見頃ですか、はい、そうぐらいじゃないかなということなんですけど、おお、すごいすごい、ね、もう今でだいぶ綺麗なんで、ね、もう週末とかだとさらに、ね、いい感じになってるかもしれないですね。たくさんでしょうね。あ、やっぱりでも私は実際この青が好きだな。あ、青派ですか。青派です。あ、私ピンク派です。ピンク派ですか。あ、そうですか。え、でも、うん、サラボは？僕はちょっと赤い方が綺麗なんですね。赤い方が、あ、そうですか。でも私ね、実はあ、ガクアジサイの方が好きなんだけどね。ガクアジサイ。ガクアジサイってこんな丸くこんもりしないのよ。葉っぱが、葉っぱって花が大きいやつですか？逆逆。あの、つぼみばっかりで、ちょっと周りにあのちょこっとこう咲くっていう感じね。ガクなのよ。本当にガクなんですよ。はい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 。うん、でもやっぱこう群食されてるとやっぱ見応えありますね。ねえ、実際ね、うん、はい、はい、ということで藤田さんのねお写真ありがとうございます。さあ、さあもう一つはイベントレポートもありましょう。6月25日日曜日ですね、長浜市豊公園一帯で琵琶湖就航の歌100周年を記念したイベント、長浜発琵琶湖就航の歌我は海の子100周年というイベントがね開催されました。これね、あの歌碑除幕式のオープニングなんですけど、あのこの歌ができたねきっかけとなった京都大学冒頭部の OB 会の皆さんとか長浜農工の皆さんとかが、加藤時子さんね、これね、はい、その方々と一緒に、はい、こと入ってきたんですよ。わかる、これ真ん中 が、はい、青いのが時子さんですね。うん、あの琵琶湖就航の歌ね、まあ、いろんな歌手の方がカバーしてるんですけど、やっぱりなんといってもこの加藤時子さんが歌ったのが大ヒットしたおかげで、ね、全国、ね、知名度が上がったんですけども、うん、であのオープニングはその前一つ、はい、ピュアブラスさんの、まあ、まず伴奏でね琵琶湖就航の歌流れて、はい、そしてこの加藤時子さんたちが、で、あの長浜農業高校の現役の学生さんや OB さんもボート部の方々がね、うん、こうやって伴奏してくれて、なかなかこうね粋なインで盛り上がりましたね。さあ、そしていよいよ除幕式ということで、まあ富士長浜市長をはじめ来賓の方々と、そしてあの地元のお子さんたちがこうやって歌碑をね幕を歌に合わせて、でこれ今ちょっとあの左側のちょっと奥に緑色のドレスを着られてる方が、あのソプラノ歌手の鳥塚孝恵さんでいらっしゃるんですね。あの紅白の合唱団、オペラ合唱団ね、ノルドデルラーゴの主催の方なんですけど、この方がアカペラで琵琶湖就航の歌を歌いながら除幕式をしたんですよ。もうね、鳥肌立つぐらい素敵でした。へー、うん、でこの日はね、あのお天気予報雨だったんだけど、幸いにも晴れ、まあ、あの雨降らなくて、でこの琵琶湖12個空中にね、この彼女のね素晴らしい歌声が響き渡ってありましたよ。そしていよいよこれが長浜歌碑でございます。じゃん、はい、イベント行かれた方はね、もうご存知と思うんですが、あの歌に出てくる波枕をイメージして、世界に一つのガラス製なんですね。うん、長さがね、およそ2400ミリ、だから 2.4 メートル。で、高さ、奥行きがそれぞれ40センチということで。まあ、あの、こう、泡み、あの、何波の、気泡、ね、そうそう、気泡、あれが波のね、こう、泡みたいな感じで。泡をイメージされてるんですね。そうそうそう。で、正面行きますと、長浜が出てくるのは実は3番なんですね。はい。その歌詞がちゃんとこうやって刻まれてるんですよ。あ、うん。今塚長浜って書いてるわけですね。そうですね、最後にね、3番出てきます、はい、あの波の間に間に漂えばっていうあれね、はい、あれがこうやって映し出されてて、皆さんそれぞれね写真を撮ってらっしゃいましたね。そして当日はいろんなね、あの記念の催しもされまして、まずあの、まあ、今まで100年ということで、これからまた100年200年つないでいこうということで、まあ、これからへのね夢を乗せて、みんなで夢の風船飛ばしというのをねしたんですね。はい、お写真出るかな、出るかな。ちょっと今ね固まっておりますね。ね、はい、ちょっとお待ちくださいね。本当たくさんの方がね来てくださって、はい、結構皆さんフェイスブックとかすごい上げておられましたもんね。すごいお客さん多いんだな。はい、当日は実はあのこの除幕式の前に
結構もう午前中からねいろんなイベントをしたんですよ。はい、はい、ちょっと今ねあの映像がねあのフリーズしてしまって申し訳ないです。まあその分皆様にはねじっくりとこの、ね、え歌の歌詞を見ていただいて、ね、はい、何だったらね、はい、はい、そしてこちらがですね夢を叶える風船ということで、はい、ね、まあ、今まで100年続いてきたね、これからまた100年200年と母なるふるさと琵琶湖とね、ともにこの歌詞、まあ、この歌がずっと歌いつないでいきたいなっていう、ね、気持ちを込めて、はい、まあ、みんなでこの夢の風船を空に飛ばそうということで、で、今このコーナーこのショーはね米原在住、米原出身の書家の米田純一さんが書いてくださって、そして周りはあの横丁出身のフラワーアレンジメントをされる、ね、三國芳美さんが飾ってくださったんですね。でこんなカラフルな風船をみんな手にして、そしていよいよですね、はい、あのリーファのねアッキーこと北川明宏さんが音頭をとって、であの当日は、まあ、それまでにもいろんなパフォーマンスがされて、お隣にいらっしゃるのは松浦洋子さんですね。この琵琶湖の、ね、はい、古城の歌姫とおっしゃあの言われてますけども、はい、私はあのビアンカで古城クルージングライブをされたんですが、その一部をあの寄付してくださったんです。この歌詞をね混流する基金の方に、はい、まあ、モエリーヌとか先ほどね鳥塚さんとか、ね、みんなこう子供たちと一緒に風船を、ね、持たれてますね、はい、そしてねもちろん琵琶湖就航の歌を歌いながら空にふわーと ね、 いいですね、うん、この瞬間はねやっぱりねなんかこんな爽やかな、ね、感動で胸がいっぱいになりましたね、うん、結構ね舞台裏はねバッタバタだったけどね、はい、ね、さあそしてうん、あのこういった、まあ、ホルンの、ね、方々、これ長浜ジャズバンドの方々なんか最後ね琵琶湖に向かって、まあ、こうやはり演奏してくれなんならエンディングという形になったんですけど、まあ、あの終わった瞬間は結構ねスタッフ、まあ、私も一人だったんですけど、なんか感動でねみんなもうこう握手したり、ね、抱き合ってしまいました。もう歓喜は待ってない、歓喜は待ってない、泣けた泣けた、これ右が私なんですけどね、左ね鳥塚さんで、はい、で実はですね、あのこの、ま、長浜歌碑を作ろうって言い出した方は、はい、あのこちらの方々だ、歌碑をつなぐ会っていう方々が去年ね、はい、あの歌に出てくるの長浜だけなんで歌碑がないんだろうっていうことで、この真ん中の代表の大杉さんが言い出しっぺで、はい、有志の方8人でまあ、長浜歌碑をつなぐ会というのが立ち上がったんですね、はい、初期の頃ねこの番組でもね喋、はい、っていただいたんですけども、広報の方に、ところがその一人の栗原重和さんという方が、まあ、志半ばで去年の11月に病のため他界されたんですね。大杉さんが手にしておられるのがその栗原さんのお写真です。で、あの後ろにね奥様が、はい、栗原さんの奥様もああやって家を持って今日は今回参加してくださったんですね。で当日ねこの除幕した後、まあ、この栗原さんに感謝状もね差し上げるというセレモニーもありましたね。はい、ちょっとこのその瞬間にはもう関係者の、ね、皆さんもちょっとこうかなりうるうると、はい、感動の、まあ、ちょっと涙が、ね、流れた方も多かったんじゃないかなと思います。はい、さあ先ほどのね、長浜発琵琶湖就航の歌我や海の子100周年の記念イベントなんですけども、まあ歌碑の除幕式だけではなくて当日朝からさまざまなイベントが行われたということで、そちらの映像の方もねちょっとご覧いただきましょう。まずはお城長浜城の石垣の前ではねライブが行われまして、古城の歌姫、はい、松浦洋子さんの素晴らしいライブも、ね、行われました。松浦洋子さんあのその前の週にね、はい、ビアンカでクルージングライブをされたんですけれども、その、まあ収益から一部をこの歌碑建立に当ててくださいということでね寄付もいただきました。本当にありがとうございます。7月下旬にはこのまた長浜浅井文化ホールでコンサートを開かれるんですが、
ちょっとどうやら7月この番組にまたゲストで来てくれそうなので、はい、ちょっと楽しみにしましょう、ね、さあそして、リンコの方でも様々なステージイベントがね繰り広げられました、はい、続いまずはこちらの方はですね、こと四季の会の皆さんのね大正ごとの演奏が、そして続いては吉笛の会木の本支部の皆さんの、これもまたね爽やかな音色で、今回はやっぱりどの、 あの団体さんも琵琶湖就航の歌を演奏されたんですよ。あ、うん、なんかいろんなねバリエーションのある琵琶湖就航の歌楽しめて、とても面白かったですね。さあ続いてこちらはね、賛美体操。賛美体操、うん、あのねボールとベルと、もう一つごめん今ド忘れしたんですけど、3つの B で始まる器具を使うから賛美体操って言うんだって、はい。で今回は、まあ、あのその中の先生クラスの人たちがね、はい、うん、演じてくれたん で、 でこれみんなすごいかっこいいんですよ。背筋がピッと伸びて、あ、うん、であの会場の人ね、ちょっとこうお家でも軽くできるようなの手遊びみたいなのもね教えてくれたりして、なんか健康にとてもいい感じでしたね、はい、健康そうな人たちですもんね。そう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 、ね、やっぱりあの日頃からエクササイズしてるとこんだけこう背筋スラッとね、スタイル良いの。大きな声では言えないけど、あのお孫さんのいる世代の方も結構いらっしゃるそうです。ここにですか？そうですそうです、はい、うわ、そう見えないね皆さん、かっこいい、見えないですね、すごいですね、うん、はい、さあ続いては、香水流武道って言いまして、あのいい、そう剣舞、剣を使ってね、あの舞うとか、かっこよかったこれ、そう、うん、さあそしてまた可愛いね、こんな方々も、長浜市少年少女合唱団キラリキッズの皆さんですね、うん、お揃いのユニフォームでね、うん、これはあの長浜の引山祭りをねちょっとモチーフにした歌を歌ってくださって、だから扇子持っておられるんですか。そう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 、うん、かわいいですね、すごい揃ってね、かわいいの、うん、はい、さあそしてこのステージ、リンコステージのね見物、あの目玉の一つがこのこの日のためだけのオリジナル朗読劇なんですよ、劇団プラネットカンパニーの北澤麻子さん作演出で、左側がねそのプラカンの中川雅美さん、右側があの、街中演劇ワークショップフリコのフリコか、そうそう磯崎さん、このお二人をメインにして、うん、現役の高校生のお二人も後ろで朗読してくれて、はい、これはね、あの要は琵琶湖就航の歌ができた100年前に遡る、うん、大正時代をテーマにした朗読劇で、うん、まあ、もちろんあの演じてもいらっしゃるんですけど、なかなかこれ見応えがありましたね。面白そうですね、うん、この日のためだけです。この日もう見れないですね。見れない、見られない。3回上演されたんですけど、もうそれで終わり。うわまあみんながリクエストしたらひょっとしてどこかでまたね、本当ですね、うん、再演してくださるかもわからない。気になります ね、 ね、これ見られた人はとってもラッキーだったと思います。面白かったですね。さあそして当日この会場でも、まあ、お子さんたちに、うん、私の夢を語っていただこうということで、私の夢の発表会っていうのもね、やりました。モエリーヌがね、このコーナーを手伝ってくれて、で、みんなあらかじめああやって風船の形のね、絵に自分の夢を描いて、で、当日ね、あの、大きな声で会場で発表してくれたんですよ。可愛かったよ、みんな。野球選手になりたいとかね。その理由は大谷選手が好きだからとか。あ、可愛いね、あとやっぱりママのね、あの、お店を手伝いたいなんていう。人もいて、そのママのお店っていうのは実はこの後特集で出てくるお店なんですけど、はい、あとじいじのなんかお醤油屋さんをね私が継いで頑張るとかね、うわ、なんかね、すごい、そう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 、うん、もちろんあの、うん、ピアノの先生になりたいとかね、そういう方もいたんだけど、うん、なんかそれぞれすごい本当に夢があって楽しかったです ね、うん、嬉しいよね。でもね、親ね、きっとじいじ泣いちゃいますよ、ね、泣いちゃうよ、泣いちゃうよ、ね、そう、実はそのじいじっていうか、そうさっき出てきたの大杉さん、お醤油屋の大杉さんなんだけど、そう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 、じいじね、あの会場でビデオ回してらっしゃいましたけどねもうすごい嬉しかったんじゃないかなと思います ね、 はい、 ね、 ね、そして最後はね、ステージね、部門みんなでこうね、うん、集合写真を撮って、あのお客様も一部ね入ってくださってますけど、非常に盛り上がった一日でした ね、 ね、お客さん多かったですもんね、うん、まあ、この他にもね、あの会場でマルシェとか、それから古城ライブありましたね、そうそうそう、4便出てましたね、そうです、はい、あれもね大変、うん、まあ、とにかくお天気がね持ったっていうのがもう最大の、うん、ね、まあ、神様のね、うん、
おぼし飯かな、ね、ね、はい、よかったですね。はい、ね、またあの行かれた方はぜひね、あのいろんな方が Facebook とか Twitter とかに記事上げてるんで、よかったら感想もねお聞かせください、はい、さあということで、湖北の風景でございました。さあそれではいよいよ今週の特集参りましょう。今週の特集はこちらでございます、はい、じゃん。じゃあめぐちゃんちょっと読んでくれる、うん、はい、子育て応援カフェロコパワーアップしてリニューアルオープンなんでございます。イエーイ、はい、イエーイでいつもはねこの特集のゲストさんこのスタジオにね、はい、来てくださるんだけど、やっぱりあの子育て真っ最中ということでね、あの皆さんお母さん、ね、うん、でレポートしてくださった方もねお母さんなので、今日は全部ビデオ収録で、うん、はい、いっぱいコメントを寄せてくださったのでね、そちらをご紹介していこうと思います、はい、まずですねロコスさんってどういうお店かということなんですけど、高君ちょっとあのこのお二人で写ってるねロコっていうあの写真を見せてくれますかね。はい、子育てロコ、はい、こちらなんですね。実は2015年に、うん、あの長浜市本浜町の曳山観光山さんのね会館にオープンされていたんですが、うん、このほど移転されたんですね、はい、場所は長浜市、八幡中山町、あの風の町の中のなんですけども、うん、なんで移転されたのかな、で移転リニューアルしてどんなところが違ったのかなっていうこと、まずは、ロコの代表の宮本さんにお話を伺ってみましたので、まずねそちらをお聞きくださいね。ロコ、なんでどんなふうに変わったんでしょうか。じゃあ VTR どうぞ。はい、このロコさんどういうスペースですか。はい、子育て世代 の, あのご家族の方が来やすい施設で、あの全てをもうママ目線で作っています。本当に保証できる第二のお家のような実家のようなそんな空間になればいいなと思ってあの作っております。あの2年間本浜の方でさせていただいて、あの場所が少し手狭になってきたことと、あのかなり長浜市外の方も来てくださっているので、なんとか駐車場の確保をしたいということで、あの大きな大きな挑戦ではあったんですが移転をさせていただきました。具体的にここではどんなことができるんでしょう。はい、カフェの運営なので皆さんランチを食べていただくというのがメインなんです。その中にのお誕生日のお祝いプラン、親子の教室、ハンドメイド作家さんの商品を売ってますので、そちらの商品 の, あの購入で、ロコ組さんという、サークル活動、また、みんなの PR 広場といって企業さんであるとか団体さんであるとか、そういった方 の, あの紹介ができます。その中でも特に力を入れておりますのが、今回6月から始まりました、女性の企業スタートアップセミナーということで、あの何かしたいお母さんたちに無料でそういったあの内容のセミナーを受けていただくというのと、あとは県からマザーズデーステーションの湖北の出張所があの毎週月曜日に来てくださってますので、あのそういったところで一般の就労のママがあのいろんなことを相談できる、そういった場所になっています。なんでこの2つを私たちがしたかったかっていうと、どちらも自分たちが欲しかったものなんです。起業するときにまずどこに相談に行こうってなったときに、近江八幡にマザーズジョブステーションがあるのは知ってたんですけど、まだ下の子が2歳ぐらいだったので、あまりに遠くて託児があるのは分かってたんですけども、たどり着けなかったんです。ジョブステーションの仕組みを長浜に持ってきたいっていうのを言っていたのと、ただそうですね、子連れでも来れるような、こう学べるようなセミナーをたくさん開催したいと思ったので、今回いろんな方の協力をいただいて、企業のままのセミナーでしたら年に24回、ジョブステーションであったら毎週月曜日来ていただくというような内容が叶うことになりました。はいね、まずは子育て応援カフェロコ、うん、こんなところだったんですけど、どうですか今の見て、なんか感想ある？いやもう子供たちすごい元気でしたね、元気元気元気、ママと一緒にね、はい、来るんで
ですけど、めぐちゃん見てどうだった、ね、あんなに子供連れで生き生きとご飯食べれるところってあまりないですよね。やっぱり気使って食べないといけなかったりとか、ね、周りの目がね。あ、そうそう。やっぱね、うん、世代的にお友達ね、結構ね、子育て中のお友達も多いもんね。個室でご飯食べようとかってみんな言うんで、周りは、うん。そうなんですよ。それあるんですよ。うん、で、実はね、もう私もほらもうそんな世代じゃないので、今回はね、レポーターとして、裏黒通りね、黒壁の一つ、横の裏黒通りの、にあります、時代物工房、市助宝月さん。はい、ちょっとお写真出ますかね。はい。こちらのね、おかみさん。この番組にもね、前ここからね、配信させていただいたんですけども、これも本当に、戦国武将のね、いろんな甲冑とか、うん、はい、もういろいろ所狭しと並んで、全国でもね、人気の、うん、この間 NHK、テレビもね、なんか、はい、インタビューを受けられてたみたいなんですけども、はい。店内かっこいいですもんね。そうそう、かっこいいもんね。さあ、こちらのね、おかみさんでもいらっしゃいます。塚本ひろえさんに、今まさに1歳9ヶ月だったかな。はい、子育て真っ最中でいらっしゃるんです。働きながら子育て。そのね、通称ゆえさんにレポートをお願いして、ちょっとママ目線でね、お店の中をもう少しチェックしていただきましたので、じゃあ続いてはそちらのママ目線ビデオ。ご覧ください。どうぞ。どうぞ。床が全部靴脱ぎのカーペットで、本当に自分のリビングの感覚ですね。で、その全席テーブルがローテーブルなので、子供さんの上から物が降ってくるってないんですね。で、そのローテーブルも全て丸いので、万が一ぶつんとしても、そんなに怪我が少ないかもしれない。本当にお母さん目線ですね。すごく。先ほどお持ち帰りスペースに行ってきたんですけども、乗せやすくて、ふわふわなんで、まず子供が気持ちよく見てくれて、で、すごく、見て楽しむおもちゃの動きが、子供が飽きないし、お母さんの手指に消毒のスプレーも置いてくれるからすごい教えてくれて、すごいありがたかったのは、もっと捨てて帰ってくださいねって、普通のおむつ、はい、変えた古いおむつのおむつをポイして帰ってくださいねって、普通大体は常識だともう持って帰るのが常識なんですよね。でも常識やけども、でも汚れ物を持って帰るのお母さんにとってちょっとしたストレスだったりするじゃないですか。かさばったり匂い気になったりとか、でもそれを飲食店でありながらもう衛生的に処理してくれはるから捨てていってくださいねって言っててもらえるのがすごいありがたいし、やっぱり現役お母さん目線に届くことがあるしなって思いました。嬉しかったです。もう嬉しい点がいっぱいにありました。よかった。ちょうど自分の子供がトイレトレーニングとかをいいでしょ、しだしているところなので、まあ毎回行くわけじゃないけど、子供用のトイレがあります。すっごくて今もとりあえず座るっていうことはやっぱり立てたいから、それができるのがすっごい嬉しい。座りました。座りました。でやっぱり、まあ、同じ子供を持つ親さんたちが一緒に来られているので、まあ多少ちょっと暴れてるなって思っても大丈夫なところがすごく嬉しいです。喜んでくれちゃうか、まあ、離れててくれやるっていうけど、それの友達が、そうですね。はい。ママ目線レポ。ね。ゆえさんと、そしてね、ちょうどお客様で常連さんが来れてるんです。お二人にね、聞いたんですけど。やっぱね、床、ね、カーペット敷きなんです。もうみんな座りやすいのと、あとやっぱりね、テーブルの低さ、ね、なんで低いのがいいのかって言ったら、上から物が落ちてきても、大丈夫だって子供さんに。そういうのね。うん、わからなかったね、言われるまで。あと、机の角とかね、お話聞いてました。それからやっぱりトイレ、ね。おむつ替えスペースが使いやすいというのと、あとそうこれですね。はい、これかなりね、広いと思いますわ。やっぱり普通のおむつ替えスペースよりゆったりしててね、ちゃんとお子ちゃまもの目線のところにね、おもちゃが置いてあるってなりました。そしてトイレ、
これこれ。かわいいでしょ、これ、左側の。うん。三河大人用で、左側がお子ちゃま用なんですよ。で、一緒にできるので、お子ちゃまのあの、トイレトレーニングもね、できるっていうの。これはね、かなりこの、ロコさんでもこだわって、リニューアルした時には絶対置きたいっていうことだったトイレだそうで、やっぱり、お客様にも大好評。ママさんに大好評ってこと。家にはないですもんね。ないもんね。置けないですしね。うん、ね、はい、あ。これだけのスペースね、お家で確保するのはなかなか大変ですよね。ね、お母さんももうトイレトレーニングがうまくいってますとおっしゃってましたね。さあ、そしてもちろんカフェですので、美味しいランチも食べることができるんです。はい。この日のメニューはね、いくつかの中から選べるんですが、これカレーだったかな。ね、大人用。なかなかね、美味しい。美味しそうですね。うん。私、これ、ゆえさんが食べて、私がいただいたのはこちらなんですね。パンケーキセット。おしゃれですね。おしゃれ。で、このパンケーキね、結構全粒粉とか使ってあって、ナッツもいっぱい入ってて、すごく香ばしくて美味しかったですね、これ。へぇ、はい。で、スープとかね、こうセットになってて、ドリンクもついて、お値段の方が980円になってます。はい。これ美味しかったですね、ほんと。で、もちろん、お子様向けの、ね、ランチもあって、これマイルドなね、お子様カレーですね。あ、うん、サラダもついてますね。そうそうそう、かわいいな。ちょっと絵みたいになっててね。うん、はい。さあ、そしてもちろんね、お子さん連れで利用しやすいカフェということなので、遊び道具もいろいろあります。もう早速みんなでね、こんな風にやってる。はい。これなんだ、キッチン道具かな。はい。うん、ママごと系ですね。うん。そして、いろんなね、コーナーもあって、まあ、お母さん向けのね、本もあれば、お子様と一緒にね、楽しめる絵本もあったりして、とにかく至れり尽くせり。ね、でもやっぱりゆえさんはじめね、皆さんが、現役ママならではの目線だなとおっしゃってたの分かるような気がしますね。はい。さあ、そしてお話の中にも出てきたんですけども、特にね、このリニューアルで、力を入れてるのが2つのね、ことで、まあ、1つ目が、ジョブ、ね、マザーズジョブステーション。これ近江八幡にあるんですけども、まあ、働きたい女性のための総合窓口みたいなところなんですが、それの、湖北出張所ということで、ね、このロコさんに設置されていると。これ毎週月曜日に、キャリアカウンセラーの方が来て、常駐して、まあ、予約が必要なんですけども、ちょっとお仕事相談ができると。それからもう一つは、起業したいね、女性のためのスタートアップセミナーを今年度から始めたということで、ちょっとチラシを、高くん、はい、写してもらえますか。はい。まずこちらが、マザーズジョブステーションの出張相談のチラシですね。はい。そしてもう一つが、ね、女性のね、起業、応援するスタートアップセミナー。まあ、どんな内容かと言いますと、こんな感じでね、毎回テーマが違うんですね。例えば、まあ、スマホでね、こう写真をうまく撮って、それを SNS に効果的に上げて、ね、売上増につなげようとかね、それからコミュニケーション術とか。で、今回、講座をされていたんですけれども、それが、自分の思いをね、効果的に伝えるという、うん、そういう講座がちょうどこの日の午前中開かれてました。うん、で、そのセミナーの様子と、レポーターのゆえさん、このセミナーもね、受けてもらったので、その感想をちょっと聞いてみました。続いてこちらご覧ください。どうぞ。どうぞ。今日はどんな内容の講座をされたんですか？今日は、自分の思いを伝えようということで、思いを伝える、講座ですね。思いを伝えるデザイン的なちょっと考え方みたいなことをお話しさせていただきました。今日受講されたみんなが、いわゆる子育て真っ最中の、はい、ママさんなんですよね。はい、どういかがですか、皆さんの反応、反響。いや、女性のコミュニケーション能力の高さにびっくりしましたね。やっぱりこうお話を振ると皆さんバーッと男性とは全然違う盛り上がりがあったので、非常にある意味やりやすかったです。はい。竹田さんご自身も、ね、はい、お子さんお持ちの、ね、はい、お父さんでいらっしゃいますけど、はい、どうですか、こういうふうに、まあ、いわゆるママさんたちが、はい、特に頑張ってる姿を見て。ママが、女性が元気じゃないと、家の中も元気じゃなくなりますし、家の中が元気じゃないと、男性も頑張れないので、まあ、女性が元気であるっていうことは、まあ、日本の経済の基本かなというか、一番大事かなっていうぐらい思いますね。
自分も今仕事の中でチラシをリニューアルしたいなって考えていたところだったので、本当にタイムリーな内容で、本当に短時間の中で自分の今思っていること、改めて自分の仕事って今何なんだろうということを考えて、それを全然知らない今日会った人で話すことによって、その中で印象が何が強烈に残ったのかっていうのを分かりやすく受け取れて、それがじゃあ伝えるって何なのかっていう目標がクリアになりました。それが忘れて、子供が隣にちょっかい出しに行こうが騒ごうが、セミナーの受講者同士も先生も、もうそれがあって当たり前という中でできたので、子供は集中できないところもあるんですけど、でも気兼ねなく母親目線、子育てママ目線、嬉しい、ありがたいセミナーでした。はい、ということでね、女性の企業スタートアップセミナーのね、内容と感想だったんですけども、どうですかこういうの見てて、まだやっぱり実感こま分かんないかな、うーんどうでした、ね、まあでも子育てをしながらさらに仕事を始めるって大変ですからね、うん、そういうのを応援するって、うん、いいですね、いいですねごめんなさい、いいよいいよ、はい、よくちゃんどうでした、ね、結構今保育園とかも少なくなってきてて大変やなっていうイメージはあるんですけど、うんうん、そんな中でも働こうと思う意思があって頑張ってる人らはすごいなと思いますよね。で、うん、そういうないろいろステップアップをしていってっていうことが、うんうんね、そうだね、やっぱりほらどうしてもさ、例えばいわゆるキャリアって、そんなすごいかっこいいキャリアの話じゃなくて、やっぱこう女性ってね、結婚とか、そういうか出産とか子育てとかで一旦その自分が築いてきた、ね、まあ、仕事ももちろんですけど、その人間関係でいろんな、例えばサークルのいろんな、ね、全部そうなんだけど、やっぱりどうしてもね、人生の節目節目でそこで一旦こう止まるっていうかね、一旦そこを離れるってことがすごい多いわけ。うん、で例えばそう結婚してほら旦那さんについて全く別の見知らぬ土地へ行くのもその一つだよ ね、 そうよね、うん、私なんかそのパターンなんだけど、そうするとやっぱり自分の今までそれまで持ってたそのなんか交友関係も含めて、うん、全くほらさらになるわけよ、うん、そうですね、うん、でまあ、今でこそねネットがこうねいろいろ使えるから、ネット通じて昔の友達ともやり取りできたりもするんだけど、うん、でそれでさらにその知らない土地で赤ちゃんを産んで、ね、まあ、子育てを、ね、旦那さんも手伝ってくれるとしてもやっぱりこうお忙しかったりするじゃない、うん、そうするとすごいお母さんやっぱりストレスって溜まっていくんだろうなと、うん、私の友達もいっぱいねそういう経験してるのか、うん、だからそんな時にやっぱりそれをこうなんかね、例えば週1回でも月1回でもなんかそのねリラックスして、うん、やっぱファミレスは利用しやすいと言ってもやっぱりいろんな人がいる、ね、これね皆さんおっしゃってたんですよ、なんでロコがこんなに人気かって言ったら、やっぱりその同じママさんたちだから、うん、だから気兼ねせずにくつろげるって皆さんおっしゃってたの、うん、なんかそれがああやっぱあそうなんだと思って、私もだから分かってるようでやっぱり分かってなかったなと思いますね、うん、ね、ファミレスで騒いでるじゃんとか思うんだけど、うん、あれはまだねお父さんとか一緒だからまだね良かったりするんだって、うんうん、でもやっぱり人の目がやっぱり気になる、うん、でこのロコさんだったら同じようなね今日、まあ、立場の人なので多少騒いでてもみんなすごくこう優しいと、うんうん、でまた同じような年代のお子ちゃま同士やお母さん同士でママ友もできたりとかもね、そう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 なんだって、しますしね、うん、なんかゆなさんだったかなおっしゃったのが、そのファミレスだとやっぱり自分たち以外はやっぱ他人なんですよね、うん、でもここだとなんかこうねみんなこう親しみがあって、うん、なんかこう話せる話しやすくなるってことをおっしゃってて、ね、あそうなんだなっていう ね、 やっぱりみんながそうやとお互いに悩みを相談し合えたりとかもしますよ ね、 ね、うん、自分はこれが困ったんやけどって言ったら、そう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 、こういう時私はこうしたよって教えてもらえたりとかもします、ね、うんうん、そう、それが変ちゃんとした場を設けるとかじゃなくても、うん、今みたいにねランチ食べながら、うん、でランチの後すごい結構3時まで皆さんゆっくりされてるんですよ結構、うん、でその時間でこう自然にこう話おしゃべりしながらなんかそういう情報交換もできの、うん、ね、リフレッシュもできのっていう感じ、ね、ああいいなと思いましたね、うん、
で、あの代表の宮本さんにね、もう少しこう突っ込んでちょっとお話を聞いてみましたね。でも本当にいいことだらけなのか、なんかね悩んでること、困ったことはないのかなって、ちょっとその辺を聞いてみました。どうぞ。子供たちが優しい声を本当にたくさんかけてくださるので、あの帰り際とか予約をする際とかメールで、あのこんな場所作ってくれてありがとうっていうようなことを本当に結構長文で入れてくださったりとかして、あの本当に私たちもその言葉になんとか支えられて、あの日々やっているという形です。でも全然なんか悩んだり困ったりってことなかったですか？いやもうでも普通に家事をこなすっていうことだけでもかなり大変になってきてしまったので、時間のやりくりであるとか、どこを家族の誰かにお願いしようとか、そういったやっぱり葛藤はもちろん今もありますし、あの、両立の難しさっていうのをもう日々感じてます。なんかこう自分の中でこれだけっていう心がけていることなんてありますか？そうですね、もううちはもう本当アメリカンスタイルですっごいスキンシップを大事にするので、もう子供たちも毎日こうなんていうやろ、ちゃんと愛情を伝えるっていうことはすごく心がけていることと、あとはやっぱりこの家族にちゃんとありがとうっていうのを、あの本当に何て言うの、過剰なぐらいたくさん伝えてます。お子さんなんておっしゃってる？もうこれが癖になってるので、もう大好きよ大好きよっていうのも毎日あのいい役をできるような関係に今なってるので、このまま続けていきたい。スキンシップを心がけているそうですよ。大事なんですね、やっぱり ね、うん、ね、やっぱどうしてもね家事とかをする時間があの減ってしまったので、その分やっぱりこうね、一緒の時はギュッとされてるってことをおっしゃってましたね。やっぱご利用者からね、本当にもうありがとうありがとうって、その声がすごい励みになるっておっしゃってましたね。はい、あのやっぱりほらで、ハンドメイドの作家さんとかいろんな講師さんもね、あのできるだけ子育て中の方にお願いしてる。でそれはなぜかって言ったら、やっぱりあのいきなり社会復帰って大変じゃない？だからまずこのロコさんで初めの一歩をちょっとこうウォーミングアップしてもらって、でそれから、ね、例えばね、ものづくりだとそれでマルシェに、ね、どんどん出ていくとか、うん、ネット通販をやるとかっていう、うん、その本当にきっかけをぜひロコでね、あのどんどん使ってもらえればみたいなこともねおっしゃってました、うんうん、さあそしてですね、はい、実はあの今代表宮本真理さんなんですけど、もう一人副代表桐畑あゆ子さんってね、あのさっきちょっとね出てきたんですけど、うん、このお二人でされてるんですね。でじゃあお互いがお互いをどう思っているかなんてのもちょっとね、ちょっとこっそり聞いてみました。だからこれは多分お二人ともお互いの答えは知らないと思うんですね。はい、ちょっと聞いてみましたよ。どう思ってるのかな。どうぞ。どうぞ。で、ここだけの話もう一度。ね、桐畑さん、宮本さんと桐畑さんと二人でやってるんですけど、宮本さんから見た桐畑さんどういう人？どういう人？こっそり。そうです。もう保育士さんなので、もう私ではとても発想をこうできないような制作物を上手に作ったりとか、あの子供たちとかお母さんを上手に仕切ってお歌歌ったりとか、もうそんなことは私では絶対できないので、もうロコのその辺の担当は全て桐畑がしてくれてるので、もうなくてはならない人、もうロコをやる半分、そんな感じです。大切な人ですね。で、副代表の桐畑さんです。よろしくお願いします。じゃあ、ズバリ、桐畑さんから見た宮本さんはどんな人？全く私とは別ですね。別人間ですね。趣味も違えば、考えてることも、お父ちゃんとお母さんくらい違う。ですけど、頼りになる人です。本当に頼りにしております。もうこの人が考えていることなら合ってるだろうって思ってます。基本的に性格は違うんですけど、自分たちの目指すところだったり、信じているところは黙っていてもやっぱり同じなので、安心してます。任しております。あと
なんでしょう。スーパーマンですね、私の中では。ということで。ね、面白いですね。ね、まあ、でもやっぱお互いがね、そのお互いこうすごく信頼されてる。うん、ね、はい、あの全然自分とは違うんだけど信頼してますっていうのがとても印象に、はい、残りましたね。うん、さあ、そんなね、宮本さんと桐畑さんが中心になってね運営されている、まあ、子育て応援カフェロコさんなんですけども、最後にじゃこれからですね、どんなことを目指していきたいかっていうのを代表の宮本さんに伺ってきましたね。こちらもご覧ください。どうぞ。これから目指すものって、はい、そうですね、まずはこの来やすい施設っていうものがしっかり安定して継続できるっていうことが大切なんですけど、私たちは今親子総合支援施設ロコタウンというものを作ろうと思って、まあ、移転してきたっていうのもあるんですけど、マタニティさんからお子さんをお持ちのお母さんで、お子さんがちょっと小学校とかに行かれて仕事について考えるタイミングでもロコを使える、本当に一人のお母さんと、10年くらいですね、長期的にいろんな多方面で支援ができるような施設をどうしても作りたかったので、今そこに少しですけど近づくことができたので、これをもう私と桐畑は本当60まで続けようと思ってますので、ずっと長いこと続けて、湖北で子育てするには必ずロコに行ったことがあるんで、何か自分がしたいと思った時もロコに相談に来れる、そういった場所ができるようにこれからも頑張っていきたいと思います。心より応援します。ありがとうございます。うん、というね、熱いし、ね、素晴らしいね、もう本当に心から応援したいなと思って、で実はですね、さっきほら可否の話、可否の除幕式の記念イベントの話出て、あそこでステージでお子さんたちが私の夢を発表したっていうお話しましたでしょ、はい、あの時実はね、宮本さんと桐畑さんの2人のお子さん、娘ちゃんが出てくれたんですよ、私の夢を書いて。でその夢なんて書いてあったか、ロコを頑張る。おー、でだからママが、まあ、お母さんが頑張ってるので、うん、私もロコを一緒に頑張るって夢に覚えてたの、書いてたの、みっちゃんと吉野ちゃんだったから、もう涙が出る感じでしたね。ちゃんと愛情も伝わってますね。伝わってる、伝わってると思った。はい、ね。ね、で、そしてロコタウンをね、作りたいということをおっしゃってましたね。本当、応援していきたいなと思いますね。さあ、今日ご紹介したね、子育て応援カフェロコさんなんですが、リニューアル移転した場所はこちらです。長浜市八幡中山町480。長浜警察のね、通りですね。はい、あれをもう少し西に行ったところです。風の町内にあります。土日だけお休みで、平日は午前10時から午後の3時までオープンしています。ただし、ランチは11時30分から。そして最終日曜日の営業は今月から開始されていますのでね、詳しくは子育て応援カフェロコでホームページまたはフェイスブックページでね、検索してチェックしてみてください。いろんなね、面白いねプログラムありますのでね、はい、ということで今週の特集は子育て応援カフェロコさんでした。ロコの皆さん、宮本さん、桐畑さんね、ご来場の皆さん、そしてレポーターゆえさん、ありがとうございました。以上、今週の特集でした。それでは週末おすすめ情報参りましょう。はい、めぐちゃんから、はい、お願いします、はい、まず1つ目、私からまずライブイン川崎屋のご案内です。なんと久々に元吹きの塔の山木康代さんが、うん、ね、スタジオ広告にもね1回電話で出演していただいた山木さんが2017年の7月1日土曜日に川崎屋でライブをされます、うん、お、はい、入場料が予約で3500円、当日4000円となっております、うん、こちらお問い合わせは清水メガネ店さん 0749-62-4543 番までお願いします。はい、私この時拝見、聞かせていただいたんですよ、最初去年かな、前来た時 ね、はい、すごくね面白かった。うん、お歌ももちろんお上手だし、トークがね、なんかと面白いんですよ。あ、そうなんですか。うん、全国にこうね、ファンがいらっしゃるってちょっと分かった気がしましたよ。ああ、うん、これはね、この価値、
3,500円、4,000円の価値あるような気がしますね。はい、しかも、札幌生まれなんですね、北海道。あ、本当は北海道生まれだ。本当や。同じ北海道出身ですよ。7月1日にね、はい、多目的ハウス川崎屋さんでライブがあります。はい。はい、さあ、そして、もう一つありますかね。はい。続いてはこちらですね。はい、第15回七輪館コンサートがですね、安宰歴史民俗資料館の七輪館の方で行われます、うん、こちら7月2日の日曜日11時開演で60分間ぐらいありまして、うん、なんと守屋由依さん、あ、ソプラノ ね、ソプラノの守屋由依さん、はい、あと岡田道俊さんのバリトンですね、うんうん、あと松島直子さんがピアノを弾いてくださいます、うん、でね、曲がね、なんと有名なタイムトゥーセイグッバイだったりとか、うん、ほうほうほう、恐れみよだったりとか、またいろいろバリエーション、これも飛んでる ね飛んでますね、うん、でなんと料金がね500円で入れるんですよ、一般500円、小中学生300円、安すぎませんかね。で、安宰歴史の会員さん400円でお入りいただけます。で、定員が50名様になってまして、要予約になってますので、うん、皆さんお早めにぜひぜひご予約ください、はい、お問い合わせが安宰歴史民俗資料館、うん、0749-74-0101 番までお願いします。この安宰歴史民俗、ね、資料館、この左下ね、はい、ちょっと写真写ってますけども、うん、ここもね、あの見応えあるんですよ。面白いですね。いろんな、そうそう、昔のね、あの民具、生活道具とかがこうあって、はい、はい。で、あのちょっと七輪館ってまさにこう昔の本当お家なんですよ。うん、だからこれも面白い。ここもね、あの、年間通していろんなね、楽しい企画をされてますね。はい。七輪館コンサート。いいですね。はい、ね、ちょっとこう、畑をなんか山の方から吹いてくる風を受けながら、ああいいね、はい、結構いい雰囲気ありそうですよ ね、ここで聞くのもね、ね、そしてソプラノバリトンですから ねバリバリ本格の2人、ね、はい、楽しみですね。はい、週末もね、楽しくお過ごしくださいね、はい、さあ、その週末おすすめはこれでいいのかな。さあ、気になるその週末の天気なんですけども、はい、どうでしょうか、はい、お天気は今日は、あ、サダボーやってくれる、はい、お願いします。はい、ではお伝えさせていただきます、はい、週末のお天気はあまり良くないのか、うん、はい、7月の1日土曜日は曇りのち雨、うん、7月の2日は曇り時々晴れということで、うん、まあ、日曜日に近づくにつれ良くなっていくのではないかなと思います、はい、ただ気温がちょっと28度30度と最高気温が高いので、うん、熱中症などご注意ください。はい、はい、なんか本当にテレビのさ、お天気お兄さんみたいなちょっと雰囲気になってます ね、 ね、私の緩いお天気とは全然違います、ね、なんかね、同じ、あの、同じ多分ニュースソースだと思うんだけど、うん、なんか当たるような気がしてくる ね、 ね、まるで私が外れているみたいな言い方をしてますねだってこの間は外してくれてありがとうなんだよ、日曜日は。でもね、あれはねあ、宮本さん、私じゃないです、私じゃ、ほら、やっぱり誰でっても外れるときは外れます。ね、そうなんですかね、まだお天気デビューなんで、ね、はい、来週からチェックしないと、ね、はい、外れたら外れるって言われるようになるからね、天気当たらんなって言われますからねじゃあこれから頑張っていきますので、はい、します、はいはい、さあ、そして来週ですね、来週も7月に入りますね。ちょっとね、あの、やっぱムシムシしてこう体力もねちょっと落ち気味なんで、うん、ちょっとエクササイズで健康をね、考えようということで、ヨガ、ヨガラヤ、なんじゃこれ、なんじゃこれ、ね、ちょっと気になりますね。これ来週、あ、これ誰、絵描いてくれたの。僕です。あ、宮もっち、あ、うまいじゃん。ありがとうございます。ね、知ってます。あ、知ってます。そうですか。笑顔うまいこと知ってるね。はい。来週最初何描いてるんかなと思ってたんですけど、こういう仕上がりだったんですね。大仏か、あのね、仏像かなとか思っちゃったよね。はい。でもこれ見たらね、はい、こっちか、はい。はい。ね、7月5日、ね、こちらもどうぞ。これ誰レポートしてくれるんだろう、ヨガ体験。お、はい、めぐちゃんしてくれるの、はい、はい。じゃあちょっと楽しみにしてね。ねえ、うん、痩せるかな、うん、まあそんなすぐは継続しないとダメですね、はい、これで習って、ね、はい、さあ今日はね、いつものように配信はね、高くん、そして音響が藤田くん、そしてカメラが宮持ちをしてくれたんですけど、ちょっとね、あの、今日会社の方がね若干不具合が多くて、あの、乱れましたことを改めてお詫び申し上げます。またあのアーカイブでね、綺麗に、あの、見られると思います、そちらでご覧くださいね。さあ、宮持ち、せっかく来てるんで、え、何これ、何これ、何よ、ほんま何よ、うん、ほんまに何これ、すごいすごい手が触れてるけど、何これ、こんな触れるっていうぐらい、え、ほんまに閉めて、閉めて、今やったらすごいんだけどね
考えてなかった顔してますよね。でもわかるわ、私も先週挑戦したんだけどギブアップした急にはダメです、ね、じゃあ次の時またね、謎解き、謎解きじゃ謎かけで、ね、かけないと解けないよ、はい、この間勝手に進んで解こうとしましたからね、うん、そうね、はい、かける前お待ちしておりますということでね、はい、夜もだいぶ更けました。今夜はこの辺で、それではまた来週、あ、感想聞こう、デビューの、はい、どうぞ。いやー緊張しましたし、うん、うまいこと喋れないもんですね、うん、まあでもこれからスタジオ広告のエースになれるように目指していきますので、言うね、はい、いきなり言うね、はい、わかりました。初めてでしたが楽しかったです。はい、ありがとうございます、はい、ということでね、新メンバーサダボーと一緒でお送りしてきましたスタジオ広告、それでは今週はこの辺で、また来週おやすみなさい。おやすみなさい。